ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 体操です。体調でございます。お便りをいただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。白海さんからですね、はい、エニアグラムタイプ5の動画の中のコメントでですね、うん、自己診断では5かなと思っているものですと、うんうん、エニアグラムを知った時に、うん、成長の方向健全な8というのを知って、うん、なるほどと思いましたと、うん、自分の世界に引きこもらずに、うん、他人に関心を持って、うん、積極的に前に出ましょう、うん、人を動かすために自分の考えや気持ちを伝えましょう、うん、という内容であったと記憶していますと、うん、でまあエニアグラムを勉強して以来、うんまあ、自分自身の成長のために、うん、活動的な人間を演じたり、うん、集団内で積極的に役割を引き受けようとすることがありましたと、うんうん、でこのエニアグラムを参考に成長の方向性の行動を意識的に選択することはどのような効果があるものでしょうかという質問を受けましてです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これ、うん、私のターンで話させてもらどうぞどうぞさせてもらうと、はい、心の中でどう思っていようが、うん、周りから見れば、うん、もうそれは頼れるリーダーじゃないですか、うん、とそのように行動するということはタイプ5だ、うん、僕はその本当はそうは思ってないけど、うん、エニアグラムではタイプ8のように振る舞えばいいよって書いてあったから、うん、そう振る舞ってる、うん、でちょっとなんかその自分の思いと乖離した、うん、自分の思いとは違う表現で外界と接しているけど、うん、っていう話ですよね、うん、これって、うん、それがいいのかどうかって聞かれてるのかなと。その効果は振る舞うってことでいいのかどうかってことじゃないですか。ああそう、うん、でこれをいただいてその周りから見れば、うん、あなた白ウベイさんが考えていることと表現していることの乖離は見えないわけじゃないですか。だからその頼りになる人、うんうん、行動もできて、うん、知識も深い、うん、素晴らしいことじゃん、うん、思いなんて関係ないよって思ったんですね、うん、僕としては、はい、タイプ5の人ってこう、はい、要は知識というか無知だと生きていけないみたいなとらわれみたいなのを持ってるわけじゃないですか、はい、だけどあ、まあ、それが元にあるからこういろんな知識とかスキルとかを深めようってでこもりがちこもりがちなわけじゃないですか、はい、でもその知識とかスキルって人に使わなきゃそもそも意味がないよねっていう、はい、なのでこう成長の方向のタイプ8みたいなのってこうその自分が溜め込んだ知識とかスキルとかをもっと人のために役立てましょうみたいな、はい、っていうところじゃないですか、はい、だからこう蜂のように振るもっと積極的に人に関わって行動するといいですよみたいな、でこのでその行動を真似するっていうのがいいのかどうかって話ですよね、はい、っていうのを聞かれてるのかなと、はいはい、そうですよね、はい、でこう真似をするっていうのがよくこう笑顔になると心も変わってくるみたいな、そう悲しいから思ってなくてもねって話ですね。悲しいからって言って悲しい顔をしてるとどんどん悲しくなるけど、はい、もう無理してでも笑顔になると気持ちもちょっと晴れてくるみたいなことを言ったりするので、はい、こう行動によって心理が変わるみたいなのはあるのかな、はい、なんかその、うんまあ、いろんなところで言われるのが、うん、あのいいの口で青を言えない、うんうん、っていうことだよ、何のことだって要はその思ってるからいいよねっていうことじゃなくて、うん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 、もう出すことっていうのは表現、うん、嘘でもしてれば、うん、まあそうなるとはそうなるで多分そうした方が人から評価されたりもすると思うんですよね、まあ、ただまあエニアグラムの本では、うん、その何て言うんでしょう、なるって書いてあるじゃないですか、なるって書いてある、要はそのなるって書いてあるから気にされたのかなと思ったんですね、うん、でよくそのこう真似することじゃないって説明してるのもあるじゃないですか、はいはい、こう自然と健全度が上がるとそうなってそう見えるようになるみたいな、はいはい、っていうのもありますよね、うん、はい、なのでまあどっちが先かっていうとまあ僕には分かんないですけど、はい、まあでもこう意識するのはまず必要かなとは思うんですよ ね、 そうですよね、自分の悪いところを意識するからそこを改善しようみたいな、はい、でその改善の仕方っていうのが8の味じゃないですか、5の人だとすると、はいはい、なのでまあそっちをこう真似していくと、まあ、気持ちもそうなっていくのかなとかスキル的に身につけたりっていうのもあるかなって、なんかあの、うん、タイプ5の方に対してね、うんうん、
こんなことを言うのは私みたいな無学の者がこんなことを言うのはとてもはばかられるんですけども、うん、健康奉仕が、うん、吉田健康がですね、つれづれ草の中で、うん、偽りても剣を学ばんを剣と言うべしと、うん、要は賢そうに振る舞うことは、うん、賢いと同じことだよと、うん、っていうのが僕大好きで、うんうん、あのいや嘘でもいいじゃんと、うん、マリからは分かんないよ、うん、そのまあ人からの見え方もあるけどってところは僕はありますけどね。ああなるほど、うん、その例えば5の人が引きこもって知識とか貯めてる状態だった時に健全度が上がれば自然と蜂のように振る舞えるとか言って言われても、じゃあ俺何をしたらいいんだってなるじゃないですか。はいはい。ってなった時に、まあ、とりあえず蜂真似しようよでいいんじゃないかなって。そうですよね。そうすればそれも最初は難しくてもそれやってればだんだんそれができるようになってくるんじゃないかなって、はい、トレーニングですよね。なんで私も、うん、とかくタイプ6、うんうんうん、あの油断すると、うん、先のこと先のことになるんですね、うんうんうん、で、あのこちら岸見一郎先生、あの、うん、嫌われる勇気の著者が、うんうんうん、アドラー心理学実践入門っていうのの中でですね、うんうん、先のこと先のことやっぱり考えて、うんうん、考えてしまう、うん、その、ま、よくここで話す、うん、幸せになろうって思う、うん、それは今は幸せじゃないことを認めてしまうから、うんうん、今は幸せになろうよっていうのを、うん、なんか私タイプ6的には、うん、そうだなと、うん、まさしくだなと、うんうん、っていうのを見て、なるべく今を楽しもう、うんうん、今一生懸命やろう、うん、今に意識を向けようって今の幸せを実感しようみたいな、うん、なことを今僕も しようとしてるんです、うんうん、それって別に心から思ったことじゃない、うんほっとくともあの常に、うん、あ家帰ったらあれやって、うん、明日これやって、うん、でやっぱりそのバーって考えていくんですね、その、うんうん、でね、うん、今、今を意識してない、うん、でなるので、いやそれはもうなんか自然とそうなるよって言われても、あそう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 、分かんないよなんですよ、そんなの。そうで自然にはならないと思うんですよ、健全度って自然には上がらない。そうで、まあ、うん、エニアグラムでいうところのなんで今ここに集中しましょうっていうのは、まあ、全てのタイプに対して、うん、その今なんだよと全てのタイプに対して今、あ、要は、うん、今に気づきましょうみたいな、うんうん、今ここって言うじゃないですか。今ここってエニアグラムの話ですか。エニアグラム、あ、今ある状態を知りましょうじゃないですか。今ここってこの時間軸の話ではなくて、今のあなたを知りましょう的な、今あなたがいる場所を知りましょうみたいな、先のことに目を向けるとか過去のことに目を向けるとかの時間軸の話じゃなくて、このね、やっぱ今ここはね、うん、まあ、僕的には今あなたの状態を知りましょう、今ここだと思うんですよね。時間軸の話でいくと今ここを見てますもん、本能タイプの人は先や過去のことよりも、はい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 、なので今あなたの状態がどういう状態かを知りましょう的な、今ここ今ここの時点がどこにあるのか、どうなってるのか、これはね、ちょっとあの、あ、白兵衛さんに対しては、あ、うん、見解としては、うん、見解というか我々の、うん、私たちの考えとしては、うん、あの、まあ、他のエニアグラムの人たちは、うん、その自然になるものだ、うん、真似するものじゃない、うん、って言ってる人もいるけど、うん、M8 的には、うん、いや、いいんじゃない、いいんじゃない、やっちゃえ、やっちゃえですよね、さんですよ、もうその嘘でも別に周りの人それを分かるわけじゃないし、うん、嘘でも僕はその嘘っていう感覚はあんまりないですけどね、目指すべき方向、うん、方位磁石みたいなもの、方向性ですよね、はい、なのでその方向に向かっていった方がいいよっていうところなので、うん、そっちの方に進んでいきましょうみたいな。私的にはもう嘘でもいいじゃんあの、うん、今ドキドキしてても、うん、いや全然大丈夫ですよ。あ、多分それ不安だからですよね、うん、不安の感覚だから。あ、でも、うん、それもまあちゃんと出してみればね、うん、わかる話じゃないですか、うん、あ、僕の不安っていうのは、あ、そうそう、で、うん、不安だから、
不安を嘘でもいいから隠そうみたいな感じ、うん、発想だけど、例えば中だとすると成長の方向は3なわけですよね、はい、目標を立ててこう計画通りにやっていきましょうみたいなことですじゃないですか、はいはい、それって別に嘘も何もない話なんでなるほど嘘でもいいから目標を立ててとかって言われると逆になんか嘘でもいいから目標ってなんだろうなみたいな、目標は目標あでも、うん、やりたくないのにやる、あ、うんと、でもそれで別に嘘でもよくないですか、それ嘘でもに今引っかかってる嘘の感覚、うんうん、目標に嘘もクソもないじゃないですか、そうですよ、うん、なんか今と同じこと話をしてます、だから嘘でもって言われると、うん、いや嘘もクソもないじゃんっていう、目標を決めてやるだけだって話、ああそうそう、だから同じなんですよ、なのでこう論理的にいくと嘘でもいいからっていう、うん、それは多分不安だから嘘でもいいから、不安を不安じゃないよって演じるみたいな感じだけど、究的にいくと演じるっていうよりは目標を立ててやるって話じゃないですか、あで、うん、それが、うん、何て言うんだろう、そうなっていくって話ですよね、そうなっていく、な目標を立てて、うん、例えば3の人だ、3みたいな9の人でいくと目標を立てて計画通りにやると成長できますよって話じゃないですか、うんうん、でもそうしたくないわけですよね、そうしたくない、あの面倒くさいとか、うんうん、だからそれっていう意味で嘘でもいいからやりましょうって言われても、嘘でも面倒くさいのは面倒くさい、面倒くさくてもやりましょうって言われると、あそうだよなって思うけど、あっていう意味だとっていう意味だと思ってます、なのでこう嘘でもっていうのはタイプによるのかなっていう話です、ああなるほど、うん、あ僕の捉え方ってことですね、そう、あそうそう、録的には嘘でもいいからだし、うん、こう急的には面倒くさくても面倒くさくてもやりましょうみたいな、うん、なんで、うん、タイプ5としても、うん、苦手だけどそうそうそうやればいいじゃんですよね、うん、やったら多分できるようになっていくし、うん、みたいな、要は苦手な部分ができるようになっていくっていうストーリーですもんね、そうそうそう、うん、で私も嘘でもっていうのは、うん、嘘でも大丈夫、そうそうそう、見つめて大丈夫って思えば、うん、そうなっていくよっていうところで、なんで全然意識的に選択することはどのような効果があるものでしょうか、だからそのそうですね、なっていくって話ですよね、はい、そっちの方に向かっていきましょうみたいなところだとは、はい、なんであのナビゲーション通り、うん、いい方向に進んでいるのではないでしょうか、はい、っていうことですよね、進むと思いますっていうところですね、なるほど、それを意識することによって、うんうん、はい、はい、あでも、うん、このねやっぱね、うん、今ここはねちょっと勉強したいと思います、うん、はい、ちょっと取り上げたい、うんうん、っていうのはまあ、エニアグラムで、うん、大体その一番初めに、まあ、本にもよるんですけどね、うん、このドン・リチャード・リソさん&ラス・ハドスンさんのやつは、うん、結構冒頭で、うん、エニアグラムの目的っていうのを、うん、結構ちゃんと書かれている、うん、でその中にやっぱり今ここっていうのが出てくるんです、今ここを意識する、うん、今ここっていうワードが出てくるっていう、うん、この今ここっていうのをちょっと掘り下げていければなと、うん、なんかビーイングとかね、うん、気づきとか存在とかいろいろ出てくるので、うん、この何でしょう、聞く人によってはスピリチュアルな部分の理解を、うん、それをこうスピリチュアルとして捉えるかどうかっていう問題もあるかもしれません、うん、はい、うん、っていうところをまたちょっと話をしていければなと思ってます、うん、ありがとうございました、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございます。